いいところに来たわね。こんな姿で悪いけど、ティータイムに付き合ってくれないかしら。もちろん、紅茶は私が入れるわ。おはよう。すがすがしい朝ね。今日はなんだかいい一日になりそう。こんな日は、とっておきの茶葉で紅茶を入れましょうか。 普段は絶対しないけど、一日中パジャマでいるのも、たまにはいいのかもね。こういうの、ぐうたらしているって言うのかしら。小さい頃は、夜が来るのが怖かった。一人ぼっちの夜は、長く感じてしまうから、余計にね。でも、今は大丈夫よ。 もう一人じゃないもの。ゆっくりしすぎたわ。お風呂って気持ちいいからつい長湯しちゃうんだけど、入りすぎも良くないらしいのよ。気をつけないとね。パジャマに着替えてから寝るまでの間は、私にとって大切な時間なの。ストレッチしたり、お肌のケアをしたり、 やることが多くて大変よ。パジャマ同然の姿で出歩いている人をたまに見るのだけれど、あれは、どういうことなのかしら。無遊病んじゃないわよね。鏡の魔女の屋敷か。行こうとは思ってるんだけどね。 なかなか機会がなくて。よかったら、今度一緒に行ってみない夜の歯磨き前って緊張する。だって、歯を磨いてしまったら、その日は何も食べられなくなるのよ。今日は最後に何を食べようか。うん、悩むわ。 ベッドのシーツを新しく買い替えたいんだけど、どんな色がいいかしら。カタログをもらってきたから、部屋の色と合わせて考えてみましょうか。テレビのホラー特集を、うっかり見てしまって。一人暮らしの女の子が、あんな怖い目に。って、思い出しちゃダメよ。私。 小さい頃は病気で学校を休むことを特別なことのように感じたわ。だって一日中パジャマでいても許されることってなかなかないもの。最近眠りが浅い気がするのよね。思い切って枕の香りを変えてみようかしら。安眠効果のある香りにすればきっと ぐっすり寝られるわ。1、2、3、さ2、し、に、に、ああ、お風呂上がりのストレッチ中なの。次で最後よ。ちょっと背中を押してくれる ほら見て、部屋の明かりを全部消して、キャンドルだけを灯すのも、綺麗でいいわよね。あ、真っ暗だから、歩くときは気をつけてね。夜寝る前の習慣ってある私は、髪のトリートメントかしら。美しい髪でいるためには、継続的にお手入れをしなくっちゃね。 魔法少女の夜会なんてどうかしらみんなでお菓子を持ち寄って、パジャマ姿でおしゃべりするのきっと素敵よ。私、金目さんたちを誘ってみるわ。